で、手ぶらで帰ってきたわけか。申し訳ありません。任務を遂行できなくて。ああ、君にはがっかりしたよ。アントネーワは無事で、もう目が覚めてもおかしくない頃だと聞いたぞ。彼女の目が覚めた時、全てが明るみに出たら、一体どうなるかわかるか。お願いです。もう一度チャンスをください。目を見ればわかる。動揺しているんだろう。そんなに嫌なのか。違います。ただ理由が理解できないんです。ほう。隊長と慣れ合う時間は短かったのに、ずいぶん影響されたようだな。疑いのコマンド謎を設定した覚えはないんだが。申し訳ありません。二度と失敗はしません。すぐに行きます。面白い。実に面白いぞ。恋に落ちた少女の不幸、これ以上素晴らしいものはないだろう。そう思わないかね。罠だって知ってるくせに、あの子を生かせるなんて意地悪いご主人様ね。恩に着せているだけさ。まだ失敗するとは決まってないだろう。そういえばこの前の戦闘記録だが、アントネーワに渡したのは君だろう。意地が悪いのはお互い様だ。面白かったでしょ。ずっとつまらなかったから、チャンスを見逃すわけがないでしょ。そうだな。だがそのおかげで準備も整わぬまま動き始めてしまい、完全に中央庁を破壊できなかった。まだ生きている奴らを見るのはうんざりだ。よく言うわね、笑ってるくせに。おっと、そうだな。挑戦状はいつでも受け取る主義だからね。綱渡りのような危険を楽しんでるくせに、一歩でも踏み外したらアウトね。こんな悪趣味な人間と協力した覚えはないわ。かわいそうな、かわいそうなアントネーワ、それにかわいそうな諸君、彼らはみんなあなたの本当の目的を知らない。かわいそう、かわいそうすぎる。前方は特別病室、身元の認証を要求します。認証完了、病室に入ります。ごめんなさい、でもこれは私の選択です。それに私本当に理解できません。なんで自分を犠牲にして世界を元に戻そうとするんですか。自分が存在しない世界、みんなが存在しない世界、そんなの取り戻しても意味がないじゃないですか。あなたは目が覚めたら、きっと骨格を浄化するために自分を犠牲にするように隊長に言うでしょう。あの人もきっと言われたままにするでしょう。でもそんなのおかしいです。犠牲の意味、すべて意味がさっぱりわからないんです。みんなと一緒にいたい、ずっとずっと一緒にいたいだけなのに。だからもし誰かがこのすべてを壊そうとするなら、
アンが話してたこと聞こえてたわ。正直一理あると思うの。今も私は君の命でブラックゲートの核を浄化しようとしている。ヒーローさんも真実を言っただけよ。君もこのままブラックゲートの核を浄化し続ければいつの日か生命力を費やしきって命を落としてしまう。ブラックゲートを閉じたら人気使いは一人一人死んでいってしまう。だけどそうしないとブラックゲートを閉じられない。世界も元に戻せない。この世界に住む人間とここに残された何十人かの人気使いたちを比べるとしたら、私は迷わず前者を選ぶ。人間の命を単純なデータとして考える。私の考えていることもヒーローさんの考えとちっとも変わらないのよね。ヒーローさんの言う通りを、私は誰も好きにならず自分のことさえ愛していない冷血で無慈悲な人間なのね。なんで知っているの？そんなことまで。ええ、信じてるわ。お願い、帰らせて。エルビ君、久しぶりだね。誤解しないでくれ。君をそうしようと来たわけではない。ブラックゲートを破壊するのに苦労しているだろう。だからここからは私が手伝ってやろうではないか。対価として骨格は私がいただく。ああ、もちろん。骨格がなくなればこのエリアにブラックゲートは二度と現れない。エルビ君にとってもいい話だろう。望みのままに。
隊長、やっと来たか。早く見せるんだ、伝説の不死結晶。おお、素晴らしい、本物の不死結晶だ。この色、この光沢、実に美しい。心臓さ、死者を蘇生できる力を持っているんだ。要するにリビングデッド化した人気使いの心臓となるんだよ。これを調べればどうやって死者を蘇らせられるか解明できるはずだ。ああ、きっと解明できるさ。いや、ダメだね。冗談さ、僕の辞書には不可能という文字がない。まずはこの不死結晶を解析して、一体どういうものなのかを解明しないと。これを研究したいなら高いテクニック値が必要になる。どれどれ。1台の高精度解析機器のテクニック値が4点で、1人の上級研究員能力が5点だとすると、総計で210点以上だな。とりあえずこういう作業は僕に任せるんだ。そして絶対に僕を邪魔しないでくれ。絶対に僕を邪魔しないでくれ。いいか、僕の邪魔をするんじゃないぞ。あ、そうそう、アントネーワを助けたいなら救急センターを一軒用意しておいた方がいいぞ。最新の治療設備がなかったら人を助けることはできないからな。
行くぞ。